僕も言った通り、僕はまだまだ、まだまだ夢の途中です。上限メンタルの試練を行いましたが、こんなところで止まるつもりはありません。これから、メンタルの上限メンタルを一緒に向かって、一緒に向かって、頑張って、素晴らしい人生を生きていきたい。森チャンネル、森チャンネルです。はい、聞いてくださいよ。お疲れでした。お疲れさまでした。